とことん屋に込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、久しぶりに、タワーマルチプレイやっていきたいと思います。本日のパーティーの皆さん、よろしくお願いします。まあまあ、クリアできるでしょう。まあ、4人ってなると、だいぶ、難しくはなるでしょうけど、なんかちょっと、ポップが遅いな。ラグいんでしょうね。あ、ちょっとごめん、俺取った。うん、ちょっとポップが遅めなので、クリーパーに注意していかないとね。オッケーオッケー、あぶね、待てよ。クリーパーにはほんと注意ね。まあ、クリーパーさえ注意しとけば大丈夫でしょう。 OK、 一回クリア。いや、このちょっとラグ差がちょっと気になるな。それでは2回っすね。槍なんか入ったっけ。ああそうか。いや、待て待てまだ入れんでいい。怖い怖い。もう怒りでいく。まあまあ、ありあり。うん、今回ね、怒りが結構あるんでね。まあ、とにかく俺はクリーパーに注意していこう。怖いもんね。久しぶりの4人マルチなんで、おお、どれぐらい敵が出てくるかが全然分かってないんですよね。これどれぐらい出るんだろうな。いや、ウィンドウォーで行こう。一応最初のボスに対応できるようにしていけば、まあまあ間違いないでしょう。 OK、クリーパーが来たら怖いんで、ちょっと俺遠距離から攻めとこうかな。怖い怖い。こんだけちょっとラグかったら、うん、気をつけててもダメージ受けちゃうからね。 OK。 いや、誰か取る？取らないの？じゃあ俺取るよ。 OK、お、影取るか。俺はスパイダーで行こうかな。ほう、カバンか。2人カバン。なるほど、カバンで行かれますか。あ、ちょっとここはちょっと注意しとかんとね。ちょっと危ないかもしんない。1人多分エンチャント入れてる途中かな。 OK、 落とそうかな。よっしゃ、お前落とせない。あぶね。まあ敵がどっから出てくるかはちょっと分かりにくいところだけども、大丈夫っしょ。みんなでね、散らばっていってれば誰かしらね、生き残るんで大丈夫でしょう。いらん。グリム、グリムっすか。おー、なるほど。ちょっと本気で落としにかかるからね。俺はちょっと本気で落とします。いいかな。俺 OK、 ちょっと待って、これホストの機種だよね、多分出てくるのって。
OK。 ノー、 OK。 ナイス。どこいる、どこいる。さすがに硬いね、こりゃさすがに硬いわ。あ、でも結構高火力のやつがいるんで、ああ、落とすのね。はいはい、あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ俺が、誰か出てきたら、ああ落としにくい。あ、お、いや今落としてない、オッケー、ナイス。おお、びっくりした、びっくりした。報酬なしかと思った。これは楽勝ですな。あ、わかんない、終盤が結構きつかったりするんで、まあそこ次第だな。おい、ちょっと待って、危ない危ない危ない、結構食らうな。オッケー。まあいいか。よし。お願いします。ナイス。あ、どこ？いやいや、久しぶりだ。久しぶりだな、ほんとこの人を助けたりするのって。ちょっとナイス、オッケー。サプライズギフトが入ってる、誰か。オッケー。あ、いいコンビかもしんないこれ。俺が敵をノックバックさせていって、怒りで攻撃、いい感じじゃないですか。あ、まあまあまあ、火力がないからね、剣を入れてても一緒。こうちょっとスピード勝負だね。とにかく最初に行ってバジーネストを設置できればだいぶ楽。 OK、 いいね。出ないよねクリーパー、ここ。めっちゃいい。いや、よし、終わり。あれ、あー、いたいた、終わり。いやいや、結構いい感じですよね。サイス、みんなは何にする？ちょっと待って、エンチャント入れるね。あ、ちょっと待って、いや、サイス、まあいいか、サイス取らんでよかった。うん、でもまあまあ今回はちょっと楽しんでいこう、ね、ちょっと楽しんで戦っていきましょうよ。危ない。うんうんうん、これほんとね、こんだけのパーティーだったらなんとかなる。うん、絶対なんとかなるから。4人マルチではね、ちょっとね、出てくる敵が、おお、場所が違ったりするんでね、ちょっと気をつけないといけない。あ、いや、うん、面白くないな。うん、マルチで釣り竿をするとちょっと面白くもないし、落ちる可能性が出てくるんで、ちょっとやめとこう。OK。しゃ。リーパーは取りしてくれるはず。ナイスナイス、おお、いい場所にいるね、めちゃくちゃいい場所。 OK、 いいね、バジーネストの場所が最高。 OK、 こっちクリーパーいるなよ。おお、いないね。終わりじゃない？お、早っ！
めちゃくちゃ早い。お、なんか若干変だね。ここでは変えようか。うん、やっぱ影突していった方がいいね。影突していこう。オッケー、行きまーす。おお、怖っ。ナイス、いい場所に。あ、こ、うわうわ、すごいね。クリーパーの数えぐいな。結構クリーパーの数がすごいことになってる。4人マルチでいくと。OK。 おお、ソウル系なの。お、いいねいいねいいね。いや、今回あれだね、みんな結構違う感じのパーティーになってて面白い。うんうん、いい編成だ。怒りもいて、ソウル系もいて、うんうんうん、なかなか面白いぞ。俺ここで影取ります。うん、やっぱみんな影は取るでしょ。みんな影は取っていくと思う。ちょっと待って、場所替えするね。 OK。 エンチャ、おお、ちょっと待って、ミステリー入れてる。なるほど。OK。 危ない危ない危ない。あぶね。意外と孤立すると危ないかなと思いきや大丈夫っぽいね。よし、え、もう終わるんじゃない、倒し終わるんじゃない。俺こっちで待っとくわ。もう終わりそうだもん。終わる？いや、意外と湧いた？最後。最後意外と湧いたのかい？オッケー。いや、大荒れた。意外に取るんだろうね。取るんだろうね。スケールもいいけどね。ちょっと待って、みんな怒り？みんな怒りなの？じゃあ俺も怒りで行くよ。みんな怒りで行くなら俺も怒りで行く。オッケー、いいよ。みんな、あ、まあ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 、でもね、いいんじゃない？いいんじゃない？いけるよいけるよ。しゃ。これは超高火力パーティーだ。よし、これもう速攻で終わる。あと上だけ。あ、おしまいで、キノコを取っていけばいいね。バジネスト、いや、スピンブレードだな。うん、いざという時にバジーネストは取っておいた方が良さそうだね。あぶね、あぶね、あぶね。いや、取られた。よし、 OK、 いいね。いやいやいや、いいぞいいぞ、これこれ絶対攻略早いじゃんこれ。あー、でもね、このラグいのかな、ちょっと巻き戻しされる時があるんで、そこちょっと注意していかないとやられそう。あれ、おお、そこだけはちょっと注意しましょう。ポーバリー3入れとこうか。使
うかどうかは分かりませんけど。OK、ありがとう。危ねえ。待って。大丈夫。よし。いや、ほんといい感じの火力だわ。次、ネクロ来るよね。いや、わ、おー、いや脇がちょっと微妙に分かんない。よっしゃ、はい、倒した人、どこ、そっちか。クリーパーがいた。あぶね、危ない。ちょっと待ってよ、速攻で生き返らせるわ。あぶね、よし終わり。次行きましょう。もうバジレストいいかな。うん、俺は火力に振ります。あ、みんなパワーシェイカーするか。バジネストは抜いて、多分アーティファクトは影キノコパワーシェイカーでみんな固定する。お、違う、一人入れてないね。一人一応バジネストをそのまま使っていこうっていう感じかな。いきますか。あ、もったいねえ。まあいいや。おー、いや、バジネスト2人持ってるな。ちょっとここ後湧きするんで、俺こっち待機しとこうか。 OK、 後から湧くんだよね、ここ。あと1回ぐらい湧くはず。 OK、 わざわざね、戻ってこなきゃいけないんで。おい、いいね、役割分担できてるからね、最高です。問題はやっぱ終盤だけか。うん、問題は終盤だけだ。20何回だったかな、まあ、27、28、それぐらいか。タワーレイスとかタワーガード、あれがぶわって出てくる場所、いや楽勝かな。ああ、実際楽勝かも。なんか問題なさそうな気はする、全然。 OK、 この終わりの怒りそんなに強くはないけど。よーし、俺がおとりになる。 OK、 上倒しておきたい。よし、ナイス、いいね。じゃないですか。あ、そっち任せていいの。敵そんないないもんね、下はね。ありがとう。どんどん行きましょう。ハープ取っていこう。ハープじゃない、乱射。ここで一応テンポセフトを入れて、ちょっと安定感を出したいね。あー、影突も入れたかったか。 OK、 行きましょう。 OK、 あれ敵の脇がちょっと違う。トロンと人ちょっと違うな。あ、倒した。あれ、リープリーフ出なかったね。リープリーフいないのか。いらん。あー、でも防具がもうちょっとひ弱になってきたか。
入れないとね。オッケー。よっしゃあ。いいね。あ、そうか。誰か羽持ってるね。いいね、いいね。危ない、危ない、危ない。毒の雲が全然見えん。危ねえ。じわじわ削られてた。でもそろそろなんか防具なんか変えようかな。でもね、別にいいのないんだよね。え、ちょっと待って。2回、あ、いや違う、3回目にユニーク商人だよね。3回目が2回目黄金だよな、確か。2回目が黄金だよね。ならば2回目は怒りを上げるか。よいし、オッケー、いいんじゃない。よし、影徳を決めればソウルが戻ってくるから。いや、もうもう終わりだ。早っ。あ、これ4人とも怒りほんと早い。うん、怒りの弱点すごいカバーしてるんで13って、いや、あんま変わらんから取らんでいいかな。うん、あんま変わらんから取らずにエンチャントに振ります。おい、あ、俺向こう行くわ。いや、出ない。やばい、危ない、うわ、危ねえ。やられそうやった。出ないんだ。あ、こっちに出た。ジオマンサーどこかなと思ったら、おーおーおお、早っ。むちゃくちゃ早いぞ。いや、いらんねえ。うんうんうん、これクリーパー大佐がそのゴーレムがしてくれるから他の人は別に気にしなくても良さそうね。大丈夫ですわ。オッケー、ぞー、いいね、オッケー、いいんじゃない、オッケー、完璧、よっしゃ、イエイ。はいや、めちゃくちゃ速い。トゥ、あれ、あー、で、うん、だよね。クレイムは変えたいけどな。あ、でもまあまあまあ、もうみんな怒りで行くならもういいや。もう怒りで行こう。もうみんな怒りだ。クレイモアがまあまあ火力はあるんだけど、いやー、俺クレイモアでよかったか。ここまで毒なくてもよかったか。オッケー、あんまり意味はなかったね。でもまあまあ今回はみんなに逃げ習いでいくということでいいんじゃないですか。ありがとう。ハハハハ、地雷食らうもんね。ちょっと防具変えよう。うん、もう影突いらないんで防具変えていこう。で、途中でまた違うやつがあったよね。うん、まあとりあえず耐久面が心配だったので。ああ、一人落ちた。でも多分、戻ってくるでしょう。戻ってきましたね。では、行きましょう。で、火属性がつきました。火属性1。おお、いいんじゃない？悪くないよ、全然。あ、きつそうだ。ここちょっと、
数で叩けば全く問題ないよ。よし、あ、もう25回か。あ、早いな、早い早い。このシーズンあれだ、マルチプレイも別にそんなに難しくない。あ、ここで変えていいんだ。あ、なるほどね。うん、ここでスケールに変えます。やっぱり火力を上げとかないと。うん、まあ、影突はしなくてももうソウルはマックスなんでクリアまでには、全然こと足りるはず。うん、で1人霊気がいれば安定感が違うもんね。うん、1人霊気ついてれば全然いいと。おおいよ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 い、いくぞ。あ、待って、あ、おお、交渉まではついてないわ。よし、おおおお、すげえな。よし、なんかすごいぞよう訳がわからん。ちょっと待って待って待って、一回出せる。オッケー、雪玉で足止めしてるんでオッケーです。はい、ありがとう。26。いや、もう難しいとこなくない？あとはもう全部楽勝のような気がするんだけど、まあ、クリーパーがねやたら出てくるとかそういう場所が来たらちょっと難しいかもしんないですけども。あ、影の爆発入れる。いや、入れんでいいな。いれんいれん。ここちょっとネクロがいっぱい出るとかどうだろうね。 OK、 なんかネクロ出てきそうな気がした。あ、やっぱり来た。 OK、はい、オッケー。でも2体だけか。トロの時は2体だけなんですけども、マルチでも2体だけかな。はいはい、ありがとうありがとう。ソロの時とそこまで変わんないね。いやいや、もしかしたら、あ、もしかしせずとも敵は多いんだけどね、多いんだけどもなんか劇的に増えたりはしてない。問題ありません。じゃあいいね。おいし、危ないよ危ないよ、怖い怖い怖い。あ、クリーパーいたからね。ちょっと待って、怖い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 危ない危ない、ちょっと待って、ね、影化してちょっと助けに行きます。わあ、マジかオッケー。どこどこ、あ、上上かい。マジか、やばい。いや、おお、ちょっと待って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 、いやいや、でもクリアはしたからあと入るだけでしょ。ああ、落ちたか。ああ、なるほどね。落ちる時の無防備になった感じでやられたのかな。あ、あー、戻ってきましたね。いらんね、もう怒りでいくから。あ、でもこう怒り上げれんからね。まあハイランドにしますか。
まあまあする必要もないけど、まあまあいいでしょう。オッケー。弓は別に入れるほどでもないんだよね。オッケー。怒り装備してくると演者ポイントがすごい余るね。すんごい余る。オーケー。ああ、さすがに硬いね。おーい、大丈夫。オーケー。まあまあサクッと倒しましょうよ。どこいる？はい。はい、まあまあ楽勝だったね。うん、久しぶりの4人マルチ楽勝でした。あー、報酬はいまいちっぽいな。うん、報酬はまあまあいまいちっていう感じです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。